こんにちは、九州エリア代表の彩香です。今日の彼女に言われたい言葉第5弾。本当はさ、相合傘になりたくて傘を置いてきたんよね。さあどうでしたか？私はちょっと恥ずかしくて言えません。それではまた明日。じゃあねー。